ラーになりましたね。やばいやばいやばい、うわーやばいやばい。とりあえず田んぼの中入れて休憩ですね。で水をなんとか持ってきて、うわーやばいやばいやばい、オーバーヒート、まあ、帰りましょう。水持ってきてください。あ、一人は縄をかけてもらおうかな。まあ昼休憩しようかな。松本さん水持ってきてもらいます。トイトさん、それ後ろから引っ張る、どう？まあ、どっちかでもいいけど、まあ、ええ感じにしようと思ったら、行きますわ、もうちょいしたら。水って2リットルっすか？そうやね、2リットルの水でいいかなと。うん、それ。とりあえずいっぱい持ってきます。うん。そう、シーズン終わりにね、オーバーヒートしたんですよ、そういえばね。休ませなかったからかなと思ったけど、やっぱりダメだったんですね、なんかね。何か致命的に悪かったんですね、やっぱり。オーバーヒートというかね。なんでしょう。一瞬で熱が上がるってことは、もうファンが回ってなーい。これは致命的。うわ、ベルトも切る。うわー。見えますか、あれ。お、折れてるー。折れて止まってるー。もう落ちて、脱落してますね。うわー、何かあるはずやなー。ダイナは回っとらへんで、発電もせんのか。この、ファンがもう、ここに軸は見えないかな。ここに軸があるんですけど、ファンがもう落ちてます。まあ冷ましてから動けばあいつを助けて帰るぐらいはできそうなんで、もうやっちゃいましょう。このコンバインはもうお蔵入りかな。前もあそこの軸を変えたような気がしたんだよな。なんかワンチャン取り付け不良で治ったりしないかな。取り付け不良だったせいっていう感じで。いやー、まずいな、これは。まあでも原因分かったんで、ちょっとすっきりしましたけどね。雨降ってきました。あいつをなんとか救出したいなと思います。一旦エンジンを冷やしながら、救援を待ちましょう。こんな感じですね。前から引きます？前から引っ張ります？とりあえずローダーだけ出しましょうか、前から引っ張って。了解です。というわけで、ちょっともうちょっと、一旦また止めていきます。今日は散々ですけど、取れ高はちょっと確保できる。いやー、どうかな。これで300万回回って、新しいトラクター買おうぜとか、コンバイン買おうぜとかなんないかな。なんでだろうな。待ってやっていきます。バイバイ。次の続編もお楽しみに、どんどん回していきます。